学校5年生からやってます。10年くらいです。姉がクラリネットをやっていて、小さい頃ちょっと憧れて音楽やってみたいなと思って、そのままそれがきっかけで始めました。こう穴があるんですけど、穴に直接吹き込むんじゃなくて、実はこう当ててまっすぐ息を出すと音が出るんです。高校までは違う部活をやってて、なんか知ってる楽器がトランペットぐらいだったので、トランペットだったら覚えられるかなと思って始めました。なかなかマウスピースを使って音を出すのに時間がかかりました。楽器は自分のものですか？はい、楽器は自分でアルバイトをして買いました。吹奏楽の中でのクラシックの曲、あるいは今日演奏いたしましたようなポピュラーアニメの曲、幅広いジャンルで楽しく皆様に聴いていただけるというのが何よりの魅力だと思います。そしてオーケストラに比べて打楽器がだいぶ活躍いたしますので、そういうところもこう楽しくこうノリノリで聴いていただけるのではないかと思っています。音楽は一人で演奏するのももちろん楽しいかもしれませんけれども、何よりもこの吹奏楽アンサンブルの楽しみ、みんなで集まって合奏してハーモニーを作り上げるとか、そういう楽しみを味わっていただきたいと思います。好きなことを続けないと他のやっぱ勉強とか違うことにも頑張れないので、やっぱこれ楽しみがあって勉強ができたりするので、まず他の楽器と違うのが、スライドって言うんですけど、他の楽器って、金管楽器はピストンでこう動かすんですけど、これスライドなので、こうやってこう伸ばしたり縮めたりすることで音が出るんですね。でそれトロンボーンしかないので、ソロで活躍されていた方もいたんですけれども、今まで楽器をやったことない人でも大丈夫ですか？はい、大丈夫です。大正大学の学生さんでもかなり長いキャリアのある学生さん、また初心者の方いろいろいらっしゃいますけど、みんな今日もご覧になってお分かりのように和気あいあいと、で特に1年生なんかで、あまり得意でない方には上級生が懇切丁寧に指導しているという姿も見られました。本当に嬉しいことです。サックス自体は高校からやっているんですけれど、アルトサックスを始めたのは大学から始めました。どこに魅力感じたんですか？やっぱり私はサックスの音がすごく好きで、ジャズでもいいし普通の吹奏楽の曲でも活躍できるので、すごいサックスの音に魅力を感じました。